甲子園球場周辺には駐車場はございません。周辺道路は全面駐車禁止となっており、甲子園警察署からの指導がございましたから、公共交通機関をご利用くださいませ。また万一火災や地震などが発生いたしましても、お客様の安全のため係員の指示に従って落ち着いて行動してくださいますようお願いいたします。本日は阪神甲子園球場にご来場いただきまして誠にありがとうございます。スタジアム MC の吉村和人とタイガースガールズの真子です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、まだまだ新型コロナウイルス感染症対策として阪神甲子園球場内でも様々な取り組みを行っております。トラッキーたちも注意喚起をお願いで今ビジョンに登場してくれています。皆さんも一緒によろしくお願いします。ただいま入場時に感染症対策についてのチラシを配布していますのでご確認いただき、ぜひご協力ください。バックスクリーンにも表示しておりますが、厚生労働省が開発した新型コロナウイルス接触確認アプリココアはご登録後、ある一定条件を満たした方に感染者と接触があった可能性を教えてくれるシステムです。はい、さらに兵庫県が運営する新型コロナ追跡システムは甲子園球場で万が一感染が